こんにちは。かぎ編みを始めた時は、どの目をすくえばいいのか分からなくて、いつも違う形に編み上がっていました。例えばこちらは、長編みで長方形に編んだつもりなんですけれども、すくう目が分からなくてちょっと適当に編んだので扇形になってます。で、私のような方がいらっしゃったら、ぜひこちらの本をチェックしていただきたいなというふうに思います。新かぎ針編みの基礎、こちらは日本防具社から出ています。本のサイズが大きいので、どの目をすくえばいいのかとても分かりやすいです。あとすごく便利なのがこちらの最初の方にインデックスがついてまして、よいしょ、このように、編み図表が載っていて、で分からないところはこのページ番号が載っているので、すぐにどういうふうに編めばいいのかが分かります。これがねすごく便利で、とても助かっています。それから、気になるお値段なんですけれども、フルカラーなんですが税込みで1080円です。動画の下に Amazon へのリンクを貼っておきました。Amazon だと、中身検索ができるので、ちょこっと中身がどんな風なのかが見ることができます。興味のある方はぜひチェックしてみてください。いつもご覧いただきありがとうございます。